ボルダリングとは、クライミングの一種で、最低限の道具で、岩や人工の壁面などを登るスポーツである。語源は、ボールダー。もともとはロープを使用した、フリークライミングの練習的な位置づけだったが、クライミングから確保という要素が取り除かれ、より純粋に岩を登ることに集中できる。また必要な装備が少なく、手軽に始められることから、 ボルダリングを中心に行うクライマーが増えており、現在では独立したフリークライミングの一形態となっている。自宅の壁を補強、回収した上で掴むためのホールドを取り付け、室内で楽しむ人もいる。2020年にはオリンピック競技になっている。京都府笠木町下流エリア大ハングガンミティゲーション、京都府笠木町下流エリアフィネス課題には、 難しさを表すグレードがあり、一般的なグレードとして、日本式、ヨーロッパ式、アメリカ式が使われている。下に行くほど高難度クラッシュパッドを使用して、ボルダリングをする、風景墜落時の安全のためにクラッシュパッドという、携帯式のマットを使用する。クライミング用シューズは、歩くことを前提としていないので、足のアーチの機能が優しく限定される。 干渉剤も靴底にないため、墜落時にかかとなどを負傷する危険性がある。クラッシュパッドの使用によりかかとや腰への負傷を予防することができ、特に前頭壁においては、墜落時における背中や頭部への直撃を防ぐことができる。クラッシュパッドは携帯性を重視しているので、墜落時の衝撃を吸収するまでの機能はない。あくまで怪我防止のための補助具として使用する。 複数人でボルダリングを行う場合、スポッターと呼ばれる補助を行うものがつくことがある。スポッターは墜落時に肩を押すことで頭部からの墜落を防ぐ。また、傾斜地ではクラッシュパッドごと滑り落ちないように支えることもある。スポッターには、当伴中はクライマーに触れない、墜落時に自らが下敷きにならない、などの注意が必要となる。 複数人でボルダリングを行うことにより、前期のようなスポッターによる補助のほか、各自が持ち寄ったクラッシュパッドを重ねることなどによる安全性の向上が期待できる。ボルダリングでの墜落は地面まで落ちることが前提だが、落ちる前に自ら飛び降りることで墜落時の体勢を立て直し危険を回避できる。東京ドーム式黄色いビル内のスポドリ日本で、 有名なボルダリングの競技会としては B セッションがある。B セッションは1年間を通じてのシリーズ戦を行いその総合ポイントで年間チャンピオンを選出する。勝敗はクリアした課題の数で順位を決定する。競技はインドアクライミングで行われ、毎回大会用に課題を新しく設定して発動に適奏される。その他に日本山岳、 スポーツクライミング協会が主催するボルダリングジャパンカップが2005年から年1回の間隔で行われているほか2008年チャレンジ大分国体からは国民体育大会の山岳競技の一種目としてボルダリングが採用されている B セッションありがとうございます